動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受け用人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論をお届けをしてまいります。今回はですね、大学院で社会人が学び直すのは本当に得かというテーマでお届けをしてまいります。よくですね、私は1対1大学院合格塾というところを経営している関係、また情報発信としてですね、勉強の仕方であるとか、また大学院に行こうよ、特に社会人、経営者こそ大学院に行こうっていう動画をどんどん上げているんですけれども、まあ、そういうのをやってるといろんな質問があるわけですね。特にこういう質問をいただくことが時々あります。ね、藤本さん、本当に社会人で勉強した方が得なんすかみたいな。そう、まあ、結構こういう声聞くことが多いです。まあ、特にですね、勉強するってめんどくさいですよね。また大学で大学院行くのも結構お金かかったりもしますよね。で、そういうのを考えてると、本当得なのかなみたいなところ。まあ、これ私も覚えがあるんですけれども、よく、ずっと勉強をしていると。でもなかなかその結果につながってない人ってやっぱたまにいらっしゃるじゃないですか。まあ、私がそうなんだと言われたらちょっと辛いかもしれませんけれども。で、そういう方見てると、本当に学ぶの得なのかなみたいなところがありますと。で、私自身はですね、まあ、勉強することがすごく役立つというふうに思っています。まあ、実際私が早稲田の大学院で学んだことであるとか、あるいは今ですね、北大の公共政策大学院で学んでいることが今の塾の実践であるとか、あるいは自分が講師業をやるときにも、あるいは今後のですね、事業展開を考える際にもプラスになるというふうに実感をしています。まあ、ただそれってあなたの感想っすよねと言われたらまさにその通りになるんですよね。まあ、ってことで今回はですね、実証的なデータをもとにしてですね、社会人が学び直す意味を考えてみようというテーマでお届けをしてまいります。はい、今回の裏テーマは本当にお金になるのかどうかというところでございます。まあ、これ聞きたい人多いですよね。正直言うと、いくら勉強してもですね、まあ、勉強するのが大事だっていうのは皆さん学校時代からずっと学んでるわけです。でも本当に意味あるのみたいな、そういったところです。そういうのを答えてくれるいい論文につきました。こちらです。こちら、はい、岩崎久志さん、というですね、流通科学大学の人間社会学部のですね、先生、岩崎久志さんの論文、社会人の大学院での学び直しに関する一考察という論文がございます。はい、この一考察という言い方はですね、よく修士論文であるとか研究論文によく使われる書き方なんで、大変私も懐かしいなというような感じでございますが、まあ、ここではですね、まあ、社会人の人が大学院で学び直すことで、どんな価値があるのかということを言っています。まあ、ここではですね、まあ、実際に学び直すことによって、自分の人生を切り開いてきた。まあ、そういった方へのインタビュー調査のデータも出ているんですけれども、他になるかというところですね、結構この論文いいまとめ方をしているのでちょっと紹介をしたいと思います。まあ、この論文の中で扱っているデータがですね、まあ、何をやっているかと言いますと、内閣府がですね、出しているデータがございます。それが、経済財政白書というものですね。それの平成30年版にはですね、学び直しの効果についての研究がなされています。まあ、それを分析した内容がですね、この論文に出ているんですが、まあ、これ結構面白い内容なので引用していきたいと思います。経済財政白書での分析方法、まあ、30歳以上の男女を対象にですね、まあ、学歴、年齢、世帯年収、世帯構成、また就業形態等の個々人の属性から、まあ、勉強した人、自己啓発を行った人と同様の属性を持っているけれども自己啓発しなかった人、まあ、これをマッチングして1から3年後両者にどういう差が生じているかを調べた、まあ、そういった調査があります。まあ、これを要は引用している形なので、まあ、私完全に孫引きという形ですが、まあ、ご容赦いただきたいというふうに思います。では年収、学んだ人と学ばなかった人の差、はい、年収どうなったか。1年後はあんま差がなかったらしいです。でも2年後これ面白いですよ。はい、10万、はい、2年後10万、3年後16万円年収がアップして、まあ、これ結構数としたらすごいですよね。しかもこれ統計上優位になる、まあ、ちゃんと成立しているというところです。まあ、これ正直あんまですね、差がないような気がするじゃないですか。なんか3年経って16万しか変わんないのみたいな。でもこれ月平均で見ると12年後ですと月約8333円、3年後ですね、月平均約1万3000円、差が出てくる。まあ、ちょっとそれぐらい変わると嬉しいですよね。でもしこの変化、つまり2年後から3年後 1.6 倍違っているんで、この変化がもし続くとすると4年後 25.6 万円月平均約2万1000円、5年後 40.7 万円月平均33917円、6年後 65.5 万円、月平均54583円、7年後104万9000円、月平均87417円変わってくると。まあ、そうですね、7年後確かに、まあ、8万円変わってくる、月平均で変わってくると、まあ、ちょっと違うかなという気がしますけれども、まあ、本当かなという気がしますが、ただこれやっぱり面白いですよね。まあ、つまり3年経つことで、まあ、学んでる人、学んでない人、所得が変わってくる。まあ、これ統計上優位になっているものなので、まあ、おそらく成立してるであろうということですね。で、これ平均なんで、もっと行く人もいれば、まあ、逆に下がる人もいるかもしれません。でも、鳴らすとこうなるということなんで、
まあ、ぜひですね、こういうふうに3年後16万になると思うと、ちょっと学んでみようというふうに思う人いるかもしれませんね。しかも3年後16万で終わるわけじゃなくて、これがずっと続くとなると、学んでる人、学んでない人と差って、年々大きくなっていくということが言えますよね。じゃあ続いてですね、これ就職率についても見てみます。見てみましょう。まあ、ここ見てみますと、はい、非就業者、つまり働いていない人が自己啓発学び直しを実施すると、就職できる確率が10から14% 増加する。はい、これ結構大きいですよ。1割変わってくる。つまり10社受けて1社、受かるところが変わってくるということなんで、まあ、結構違うんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、要はこの学ぶ姿勢が評価されたのか、学ぶことでこういうふうに高いところに行けたのか、ちょっと正直わからないんですけれども、就職率も変わってくるということは、学んだ方が得ということになってきますよね。でしかもこのデータ自体面白いのは、まあ、例えばですね、こういうデータ読むと私も結構疑いのように思ったりするわけです。まあ、どういうことかと言いますと、でもこのデータってさ、例えば年収が元から高くて専門性が高い人ってやる気があるじゃん。で、やる気がある人ってそもそも、まあ、勉強したりするよねと。で、やる気がある人に対して、まあ、やる気がない人。で、やる気がない人って元からあんまりですね、まあ、稼いなかったりするかもしれないじゃないですかと。このやる気があって能力が高い、しかも今すでに年収が高い人と、やる気なくて年収も低い、まあ、そういう人、まあ、そういう人比較すると年収の上がり方とか絶対違うよねと、っていうふうに思ってしまいがちです。ところがこのデータはですね、まあ、ちゃんと、所得も同じぐらい、職業の同じような感じの人で、かたや勉強する人、かたや学んでなかった人が1から2年後、3年後、どのように変化したかを見ていっている。まあ、なので、まあ、こういうようなデータ、すごい信憑性がありますよね。つまり自分と同じような人で、かたや学んでいる人、かたや学んでなかった人が1から2、1、2、3年後どうなるかを見ていると。それで就職率10から14% も変わってくる。3年後16万円アップしてるんだったら、なんか学んでもいいんじゃないかなと思ってくるかもしれませんね。では最後いきましょう。はい。最後、まあ、この学び直しということについてなんですけれども、はい。通学型、通信講座、そしてその他、まあ、その他では書籍で勉強したりとか、講演会、セミナー、社内勉強会などが入ります。まあ、どれが一番効果があるか。はい。この年収の上がり方なんですけれども、はい。通学、はい。通信は16万円。はい。その他、本やセミナー、勉強会などの参加では7万円あるというところですね。これ、まあ、どういうことだと言いますと、かけるのに、勉強するのにかかるお金が高ければ高いほど、まあ、この増えた年収も変わってくるということですね。まあ、いずれもこれ、学んだ後、2年後の変化という形になります。まあ、通学型の場合は、まあ、結構お金がかかります。まあ、数十万から数百万、でも29万。で、通信講座の場合、まあ、これは数万円とか数十万ぐらい、16万円。で、その他、書籍やセミナーなど、数千から数万円ぐらいですね。そうすると7万円。つまり、かけたお金が高いほど、まあ、リターンも大きいよということが言えます。で、こう見るとですね、まあ、大学院とか、大学でもう一回学び直すと結構お金かかりますよね。例えば、大学院の場合ですね、入学金だけで約30万円。で、学費だけで約53万円。これ、高校率の場合ですね。そうすると、トータルでですね、大体135万円ぐらいかかっていきます。2年間の修士課程で。135万円かけて29万しか上がらないのかみたいに思う人もいるかもしれませんが、まあ、逆に考えるとですね、はい、29万円給料が変わ、年収が変わってくると、135万で割ると、約4年8ヶ月すると元取れるんですよね。はい、だから4年9ヶ月目以降はずっと儲かり続けるみたいな、まあ、そんなうまくはいかないんですけれども、まあ、そういう計算になるということになります。まあ、だから、数字だけ見てもですね、まあ、なんか学び直すので結構得なんじゃねっていうことが言えますね。で、さっき今大学院の学費、まあ、大学院2年で約135万円というふうに考えましたけれども、実はこれ何も使わないときはこの金額ということになります。で、これ MBA であるとか、あるいはですね、一部の専門職大学院の場合、教育訓練給付制度というものが使えたりもします。これ何かと言いますと、まあ、会社に雇われて働いている場合って雇用保険入っていますよね。まあ、失業保険とかの原資になるもので、会社が加入させているものですね。まあ、そのお金を元にして、大学院などで学ぶ場合、一般教育訓練ですと、これ学費の、まあ、最大10万円まで、戻ってくるという制度ですけれども、もう一つの専門実践教育訓練ですと、まあ、学費の最大半分、そして、40万円まで戻ってくるという制度もあります。これ1年平均で40万なんで、もっと2年間ですとさらに80万円になるということですよね。っていうふうに戻ってくる制度もあります。おまけにこの専門教育訓練、を使った場合、専門実践教育訓練を使った場合ですと、終了した時に、まあ、就職している、まあ、要は1年以内に就職している状態がある場合ですね、さらに 20% 戻ってくる、最大7割授業料が戻ってくるという制度です。なので実力はもっと減ります。場合によってはですね、だから、まあ、トータルで見て、あんまり負担をせずに給与が増える、年収が増えるという可能性も見えてくるわけですよね。
で、おまけにこのデータの中で面白いのは、はい、数学型で学び直している、まあ、そういった場合はですね、職業がより専門性が高い職業にレベルアップしている、まあ、そういった人が 7% も存在していたというところが大きいところです。つまり大学院で学ぶことでより専門性の高い仕事、よりレベルの高い仕事ができるようになる、そういったことですね。というふうに考えますと、まあ、社会人が学び直す率って結構高いんじゃないかなというのがこのデータからも言えるということが言えます。まあ、この岩崎さんの論文自体はですね、まあ、決してお金だけじゃなくて学び直すことっていうのはもう精神的な価値であるとか、あるいはもっと喜びとか、こういったものもあるんじゃないかっていうふうに言っています。まあ、それは当然こちらを読んでいただければと思いますが、数字だけ見ても、まあ、社会人が学び直す率大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ、とかくですね、日本の場合ですね、学び直すということが、まあ、精神的なところだけになっているところって実際あるんですよね。まあ、学び直すのは何かいいよねみたいな。で、何かいいよねで人はあんま動かなかったりします。でもこういうふうに数字とかお金を見ると、あ、なんかそれだったら今ちょっとお金をかけてでも学んだ方がいいな、あるいは大学に行ってもいいかなと思える人も多いのではないでしょうか。もう一回まとめますと、社会人が学び直す、はい、年収でいうと学んだ人、学んでいなかった人、2年後10万、3年後16万円、年収が変わる傾向がある。で、就職率。はい、10から14% アップ。通学型の場合は29万円、通信型16万円、その他7万円アップ。で、この29万円で考えると大学2年間にかかる学費も4年8ヶ月でカバーできるというところが、数字上からも見えるんじゃないかなというところでございます。まあ、こういうふうにですね、まあ、数字で考えてみると、まあ、大学に進学ってプラスじゃないかなというふうに私も思うわけでございますので、皆様の進路を考える一つのきっかけにしていただければと思います。こういった形の情報発信定期的にやっておりますので、もっと見たいという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。